池間湿原池間湿原の展望台からの眺め。池間湿原は沖縄県宮古島市の宮古列島池間島の中心部にある湿原である。池間島湿原と呼ばれることもある。また、地元では、イーヌブー、ユニムイとも呼ばれる。かつての池間島は東西二つの島に分かれており、その間には南北に伸びる細い水路があった。16世紀初めに、 この地域を支配した4頭の主が水路の北側に2つの島を結ぶ石橋を架けた。年月が経つにつれて石橋の周囲に砂が堆積して2つの島はつながって水路は南側に口を開けた細長い入り江になりイーヌブーと呼ばれるようになった。この入り江の面積は約60ヘクタールあったとされる。1924年から1934年にかけて 干拓のために、入り江の入り口に二重に干拓堤防が造成され、約47ヘクタールが干拓されて、約20ヘクタールの干拓地が形成された。堤防で区切られた入り江の残りの部分は、寄水の沼地となった。これらの干拓の対象となった区域は、ユニムイと呼ばれた。現在の池間小学校、池間中学校のグラウンドは、この干拓地に築かれたものである。さらに、 1963年から1982年にかけての池間漁港の工事の際に浚渫した土砂で入り口付近が埋め立てられ、入り江は外目と完全に遮断されて淡水化した。地理院地図 Google マップ池間湿原38ヘクタールの広さを有する沖縄県で最大の湿原である。日本の重要湿地500に選定されるとともに、 2011年11月1日には、池間長寿保護区として島全体が国の長寿保護区に指定されている。岸辺には木造の観察小屋が設けられていたが、老朽化したため、2009年に鉄骨造りの展望台に建て替えられた。これに合わせて、湿原にアクセスする道路や駐車可能なスペースも整備されている。近年、水草の繁茂や、 周辺の陸地からの土砂の流入により、陸地化が急速に進み、湿原の面積は次第に小さくなっており、湿原の保全、再生が大きな問題となっている。また、腐食土の堆積や、中水性の水草、外来植物の繁も等により、環境の劣化が進んでいる。環境省では2019年8月から6年計画で堆積物を浚渫し、 水域を拡大する事業を実施する計画である。ガンカモ類、サギ類等の渡り鳥の餌場、休憩地になっている。ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、ハシビロガモ、オナガガモ、シマアジ、オオバン、アオサギ等が代表的な鳥類であり、サンカノゴイ、紫サギ等の珍しい鳥も見られる。紫サギについては繁殖も確認されている。また、名鳥として、 国の天然記念物であるヒシクイ、サカツラガン、マガン、ホウジロガモ、ソデグロズルの飛来も確認されている。外来種の淡水魚であるテラピアやグッピーが繁殖している。また、オカガニが生息しており、5から10月の満月前後には、ゾエア養成を海に放すために大群が周回道路を横断する姿が見られる。ヤシガニも生息している。水生昆虫が豊富であり、 以下の種が確認されている。ありがとうございます。